皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。最近家族から服のサイズが合わなくなってきていると口うるさく言われます。今までだったら大抵の服はすっきりとして合っていたのですけれども、服のシルエットが壊れてしまう体型になってきたというのです。遠回しに言いますが、要するに太ってきたということです。今日は10月6日、聖書箇所はエゼキエル書16章35節から52節。タイトルは神の懲らしめはまた別のチャンスです。です。いよいよ私はこの体を懲らしめて、少し前のすっきりとした体型を取り戻し、新しい服を着ることができるチャンスを得なければならないでしょうか。今日も御言葉に耳を傾けてまいりましょう。エゼキエル書16章35節から52節。それゆえ遊女よ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。あなたは愛人たちや忌み嫌うべき偶像と姦淫をして、自分の恥ずかしいところを見せ、自分の裸をあらわにし、それらに自分の子を捧げて血を流したため、それゆえ見よ、私は今あなたが戯れたすべての愛人たちや、あなたが恋したものや憎んだものをすべて寄せ集め、彼らを四方から集めて、あなたの裸を彼らにさらけ出し、彼らにあなたの裸をすっかり見せよう。私は貫通した女と殺人をした女に下す罰であなたを裁き、妬みと憤りの血をあなたに注ぐ。私はあなたを彼らの手に委ねる。彼らはあなたの小高い家を覆し、高台を壊し、あなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取り、あなたを丸裸にしておこう。彼らは集団を煽ってあなたを襲わせ、石であなたを打ち殺し、剣であなたを切り倒そう。その上、あなたの家々を火で焼き、多くの女たちの見ている前であなたに裁きを下そう。私はあなたの淫行をやめさせる。あなたはもう報酬を支払わなくなろう。私はあなたに対する私の憤りを鎮め、私の妬みをあなたから遠のける。私は心を休め、二度と怒るまい。あなたが自分の若かった時のことを思い出さず、かえってこれらすべてのことで私を怒らせたので、見よ、私もまたあなたの頭上にあなたの行いを返す。神である主の御告げ。あなたはすべての忌み嫌うべき技にみだらな行いを加えることはもうすまい。見よ、ことわざを用いる者はあなたについてこういうことわざを用いよう。あの母だからこの娘と。あなたは自分の夫と子供を嫌った母の娘。自分たちの夫や子供を嫌った姉妹があなたの姉妹。あなた方の母はヘテ人、あなた方の父はエモリ人であった。あなたの姉はその娘たちと一緒に、あなたの左に住んでいるサマリアであり、あなたの妹はその娘たちと一緒に、あなたの右に住んでいるソドムである。あなたはほんのしばらくの間だけ、彼らの道に歩まず、彼らの忌み嫌うべき技を真似なかったが、
ついにあなたのすべての道において彼らよりも堕落してしまった。私は誓って言うが、神である主の御告げ、あなたの妹ソドムとその娘たちは決してあなたとあなたの娘たちがしたほどのことはしなかった。だがあなたの妹ソドムの不義はこうだった。彼女とその娘たちは高慢で、食物に飽き、安逸をむさぼり、乏しいものや貧しいものの世話をしなかった。彼女たちは高ぶって、私の前で忌み嫌うべきことをしたので、私はこれを見たとき彼らを取り除いた。サマリアもまたあなたの罪の半分ほども罪を犯さなかった。あなたが彼女たち以上に多くの忌み嫌うべきことをしたので、あなたのしたすべての忌み嫌うべきことが、あなたの姉妹たちを正しいとした。あなたもあなたの姉妹たちをかばった恥を負え、あなたが彼女たちよりももっと忌み嫌うべきことをして、罪を犯したため、彼女たちがあなたよりも正しいとされたからだ。あなたも恥ずかしめを受けよ。あなたの姉妹たちを正しいとしたあなたの恥を負え。アンデルセン童話の一つ、裸の王様のストーリーを皆さんもよくご存知でしょう。新しい服が大好きな王様のもとに二人組の詐欺師がやってきます。布を織る職人という触れ込みで王様のもとを訪ねてきました。彼らはなんとバカには見えない不思議な生地を織ることができるというのです。王様は大喜びで注文します。仕事場を見に行った。その時に目の前にあるはずのその生地が王様の目には見えなかったのです。王様はうろたえますが、家来たちの手前、本当のことは言えず、見えもしない生地を褒めるのです。家来は家来で、王様は自分には見えないもの、そうとは言い出せず、同じようにその見えない衣装を褒めます。王様は見えもしない衣装を身にまとい、パレードに臨みます。見物人も見物人で、この記事が見えなかったら自分もバカだと思われるので、同じように衣装を褒めていきます。とその時に、小さな子供の一人が、王様は裸だよと叫んだのです。ついにみんなが王様は裸だと叫ぶ中、王様一行は恥をかきながらただただパレードを続けるほかありませんでした。見えない生地を着たつもりでパレードを始めた王様は、まさにイスラエルのようなものです。王様を褒めすかし、互いに罪深さを認めたくない家来たちは、ヘテ人やエモリ人、同じく恥をかきたくない群衆はサマリアやソドムでしょうか。イスラエルは周辺の国々から担ぎ上げられ、あるいは褒めそやかされ、さまざまな方法で裸の王様のように自分の本当の姿が見えなくなっていました。そして罪深い周辺諸国と一緒に主の前に罪を犯し続けました。主の怒りは頂点に達しています。そしてついに裁きの手が下ります。それはその罪深さのゆえに、自分が裸であるということに気づかせて恥をかくということです。その時、これまで一緒になって罪を犯していた諸国は反旗を翻して、イスラエルが裸であることで
恥をかかせるのです。そうです、私たちもまた罪を犯している間に自分の罪深い姿が見えなくなってしまいます。初めのうちは周囲の罪人たちも一緒になって罪を犯すことを楽しみます。しかし主の裁きが下る前に彼らは私から離れ、そうして罪深い私だけが残されるのです。ただただ主の裁きの前に人々の前で恥をかくのです。こんな裁きの座にあなたはつきたいと思いますか？もちろんだからといってこれまでイスラエルと一緒になって罪を犯していた国々に対して主が何もなさらないということではありません。彼らだって同じ罪人です。どんぐりの背比べなんでしょうけれども、イスラエルの裁きは厳しいものでした。石打ちにされ、剣で切り倒され、火で焼かれるのです。これだけの裁きを受けて主の怒りは収まるというのです。収めることができるでしょうか？周辺諸国はイスラエルがあまりにも罪深いものとなったので、むしろ正しいとさえ錯覚してしまうほどです。しかしそれでも彼らの取り除かれ方、彼らの取り除かれていくのです。イスラエルは一体どれほどのことをしたのでしょうか？裸の王様のように罪がわからないということは本当に恐ろしいことです。どんなに恥をかくことでしょうか？どんな裁きに遭うことでしょうか？あなたは想像したことがありますか？信仰を持ってすべての罪が許されているから別に裁きのことなど気にしなくてもよいと言うでしょうか？明らかに神は私たちの罪によって恥をかかせると言っているのです。許されるから大丈夫、そんなことを言っていると本当にあなたは裸の王様になってしまっているのではないでしょうか？42節、私はあなたに対する私の憤りを鎮め、私の妬みをあなたから遠ざける。私は心を休め、二度と怒るまい。これは許されて裁きを免れるということではないでしょう。あなたは罪深さのゆえに裁かれて、それで主の怒りは収まるということです。クリスチャンになっても裁きがあるぞ、恥をかくぞ、悔い改め続けろと責められてばかりだと本当に救いがあるのだろうかと不安に思ってしまうでしょうか。しかし反対に、どんなに罪深いものであっても繰り返し罪を犯し続けても、もう許されているから大丈夫だと思って堂々と罪を犯してしまうこともおかしなことです。どうか正しく主の前に罪を認め、悔い改めて許された次のステップを踏むことができますようにお祈りしましょう。怒りを鎮められる主よ、あなたの裁きの恐ろしさを自覚できない愚かな者を許してください。どうか罪に対する気づきを与えてください。さもなければ私は罪人の中の罪人のようになり、見舞いに、そして回収の前で大きな罪を犯してしまうということがあるでしょう。どうか気づきを得て見舞いに悔い改めを果たしていけますように、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。